サウスイーリング駅は、ロンドン、サウスイーリングにある、ロンドン地下鉄の鉄道駅である。ピカデリー線の列車が発着する。この駅は、トラベルカードゾーン3に属する。2面4線の相対式ホームを持つ、地上駅。ホームは、東西方向に伸びており、都心方面の東行きの列車は東を先頭に、郊外方向の西行きは西を先頭にして発着する。駅舎は、 駅の上をまたぐ道路に面する京城駅舎である。当駅はピカデリー線のみ乗り入れている駅である。駅は空港方面とロンドン中心部方面で、それぞれ2線ずつある。アクトンタウン駅方面の1線は明け方と深夜のみの利用となっており、雑草が生えてる。当駅はピカデリー線のみ走っているため、電車とホームの間の隙間は狭い。駅西側からは次の駅である。 ノースフィールズ駅が確認できる。東駅とノースフィールズ駅とは直線距離で500メートルも離れていない。昔、サウスイーリング駅にはピカデリー線の他にディストリクト線も乗り入れていた。1964年にディストリクト線が ハンズロー支線の運行を廃止する以前には、ピカゲリー線とディストリクト線の双方の列車が、ボストンマナー駅からハウンズローウェスト駅までの駅で、同じホームに発着していた。ロンドンバスの路線は65が通っている。ありがとうございます。